さんです。たくさんの動画の中から選んでくれてありがとう。最後にグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、おはようございます。今日はふんちゃんが出てきてますね。こんな感じで今日は外6度いうことでちょっと寒い、6、7度やったんだろうな。ちょっと寒いですね。その中でもここは快適ですよ。もうこれでも今6度いうても29.3キープしてます。だけど下がねちょっと寒いですよね。これ 15.8 度ね。ほんまにこれからねだん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 寒くなっていく中で、まあもうちょっとしたらね今週の木曜ぐらいかな、3日ぐらいから工事また再開するということで、今週中にはそこね、完成すると思います。第2C の中で徐々にね水システムとかね移してやっていこうかなと思ってます。まあ餌もね、餌一応ここのねこっちの方はね置いとこうと思うんですよ。家猫のなね遊ぶのに、まあこっちはねちょっとずつ片付けていこうかなと。まあ一番ね問題なのはこのケージをどうするかよね。ケージもまあ向こうではあるからね、まあ押し入れにこれを入れるかちょっといろいろ考えようかなと、うん、この押し入れのやつをロッカー買うてね、ケージとかね、キャリアケースかな、キャリーケースかな、あんなのを入れていくかな、もたりね、ちょっといろいろ考えていこうかな。もうここにはこれは置かないんでね、これはこれで、あそこの中に入れたりね、しようかなと考えたり、いろいろ考えてます。ね、はい、それで、今日のこの子たちで、はい。まあ今日からね、あっち、向こうもね、ちょっと暖房オンにしてね、ちょっとしてみました。温度低くなってきたんでね。もうそろそろ寒くなってきてね、やっぱり寒くなってきたらやっぱりこんな15度とかね、やっぱり20度切ったらちょっと膀胱炎になり、なっていくんちゃうかな思ったりね。家猫がやっぱりちょこちょこそんなになってたからねまあ家猫も今暖房入れてねあれしてる中で、こっちもちょっと暖房ね入れていきます。はい、マロンちゃんちょっと冷たいかな、まだこれ暖房変わってんの俺ようわからんの、暖房になると思うのかな、ちょっと潰れてんかな、これ、うん、ちょっと寒いからね、ちょっと温度あれし、暖房入ってるはずやねん、ほら またお前ビューで暖房にしてるんですよね。ちょっと冷たい空気が出るんですよね、これ潰れてんかな、思ってね、まあ、ちょっと様子見てね、もう羽もボロボロやから、これは、うん、ちょっと温度弱ピーにしとくか、ちょっと24風速を弱、これでだね、来たらいいよ、温度がね下がるようやったらちょっともうこれ切らなあかんねんけど、暖房になってますからねこれ、うん、これでちょっと様子見とこうかなね。はいはい、それでサブコロちゃんね、サブコロちゃん、まあこっちの部屋はぬくいからね、まあ、寒かったらこっち、この子らはもうこっちに来ると思うんやけどね、潰れてはせんと思うんやけどね。はい、はい、ひらりちゃんね、きのこちゃん、ひらりちゃん、すいちゃん、まろんちゃん、まあ、こんな感じでちょっと冷たいような感じするの、まあ、ちょっと様子見ますね。まあこっちの暖房はほんまにぬくいですから、ぬくい風来てるから。で上、
ちょっとこれかな。今日はシャークちゃんとかマイルちゃんの上に置くんですよ。上にね、ぬくいから。はい、ももちゃん。あれだね。あ、逃げていった。シャークちゃんだね。あ、マイルちゃんはね。あれ、シャークちゃん。奥のね。あれ、みんなどっか行ったんだけど。マもこっち来てんね。はい。ひなこママ。ね、はい、トトちゃん。はい、りんちゃん。何言うてんの、りんちゃん。ん？ね、りんちゃん。で、はい、ひのぶちゃん。あ、きたろうちゃんね。ぬくい猫の上は、だから奥でも 23.9 度しかないからね、これ。まあ、ホットカーペットつけたらもっとぬくいんだよね、うん。やっぱりこんな、20度切ったり18度っていうのはもう、向こうの、ね、膀胱炎につながると思いますわ、ほんまに。それぐらいになってきたらね。だから温度をね、やっぱりこれぐらいに保ってね、このぐらい電気代はね、やっぱりすると思うけどね、うん、部屋をね、一定にしよう思ったら この先 2月とかやったらもっときついからね。あんなんポンさんとこでも29度なんかずっとできないからね、うん、こんな感じでね。まあ、そんな寒くないかな、まだね。それでも 17度とかやからね、この上で、奥で。この下のものになったらもう、温度もう一つ、14.7 度やからね、下なんかもう一つ寒いからね。ここが 24.5 度。ね。だからまあ、ここの水も結構減るようになってきたからね、こっちの水、結構飲みますね、やっぱり。ね。まあ、そんな感じでね、今日は、水のことまたついて、膀胱炎ね。話してみました。特にね、あ、もうサブが出たあそこがいっちゃん気持ちいいのね。ももちゃんなんか特にね、よう この辺をね、サブがりのこの辺、りんちゃんサブがりかな。けどお前、ね、たっぷりとこおったからな、昔。ね、ほんまに何もないような、風でビュービュー吹いてるところにね、コモコとかトトちゃんとかね、クリちゃんとか、モグちゃんとか、アーちゃんとかおったからね、ソラちゃんとか。ね。まあほんまにね、あんなところで住んだらもっとね、寒くなって死んでたんちゃうかなと思うけどね。まあ、こんな感じでね、はい、以上です。ありがとうございます。はい、第2ハウス 2B です。はい、こんだけの大量のこれ、これをね、1階で掘るわけやけど、ね、今度からはね、向こうにね、第2ハウス 2C で掘れるようにするんでね、まあ、ちょっと楽かなと。まあ、こなして今掃除終わりました。あと、ペロちゃんのところでね、終わりやねんけど、これでね、ちょっと肝心なこと言うの忘れたんだけど、昨日カレンダー届く予定がね、今日届くと思うんですよ。昨日発送らしいからね。これでまあ、一応 LINE まだ開けてないで既読にもならんで、お見張る人おったらね、あれ、心配されてる方おるんじゃないかなと思ってね、今、動画撮らせてもらってるんやけど、まあ、今日またね、返信していきますんでね、心配されないように。それで、また、やっぱり開いたらね、忘れることあったんですよ、やっぱり。それで、ちょっとね、ご迷惑かけた方何人かおられたんでね。まあ、それだけね。そんな感じで、ちょっとね、一言言うとこかなと。それだけかな。それとまたなんか、量を持ってたね、忘れましたね、また。あ、それで、またね、レオちゃんの動画でも言うけど、レオちゃんの動画は今朝撮ってるけどね、夜に変更しようかなと考えてます。またね、そこでもね、また、報告させてもらいます。はい、以上です。ありがとうございます。あと、お店見てもらうかな。チョビちゃん、餌食べてました。それでね、はい、チャオくん、フリーちゃん、モーちゃん泣いてんね。はい、フリーちゃん。で、ララちゃん。ね、はい、モーちゃんね。立派なモーちゃん。はい、以上です。ミギちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。